上原浩二の雑談魂。ニッサフを今日はね、ゲストとして、はい、すいませんけどよろしくお願いします。もう肩書きというか、もう2軍監督ですよ。そうですね。いやまさかジャイアンツの2軍じゃないですからね、ベイスターズ。いやでも2軍監督って大変ではないんですか。何にもしなくても成立しちゃうといえば成立しちゃう、何にもしないよね、育成だからコーチの人たちがみんなこう頑張ってやってくれるわけじゃん、はい、でこう見てるだけで、まあ、なんとか成り立つと、うん、なんとかなっちゃう。だから自分でやることを探したり、はい、あとは自分がやんなきゃいけないことを探してやっていかないと、はい、なんかもう本当だから何も進めずにそのチームを変えるとかなんだとか考えなければ、ただ本当あのベンチで座ってるだけみたいな感じですか。何もしないとかでも別にまあ何もしないわけじゃないんだけど、うん、はい、まあ、まあ毎日試合をやってコーチに任せて、でも別になんか俺は成立しちゃうんじゃないかなって、うん、素晴らしい。こんな真面目なんでいいの。はい、マジ全然ないですよ。俺久典の回見てるからさ、砕けますか。久はあれは今までで一番砕けてましたね。あいつはだから大学でもわけわからんことしてたっていうね、そういう、ね、うん、はい、兄さんのじゃあ大学話、砕けた大学話でも全然砕けたの。早稲田だとなんか真面目なイメージがありますもん。いやどれぐらい砕ける、どこまで。でもいやなんかあるかな、砕ける。兄さんって私ずっとこのテンションでもう常にもうこのトーンでっていうイメージなんですよ。あなんか砕ける瞬間あるんですか。結構、うん、あのみんなそうだけど表の顔と裏の顔がこの辺の人たちはみんな違うんですか。やっぱそれはこうやってカメラとかがあればみんな真面目にやる、うん、なかったら裏ではやっぱり、うん、吉野部がそうだったでしょ、あんななんか喋るような感じじゃないっていうコメントとかあったでしょ、うん、そうですね。まあ、それをも、ね、目標にこの YouTube やってんねんけど、そうですね、はい、だから西さんの裏側を本当は聞きたいんですよ。そうだな。ただ監督業に影響があったら困る。影響があったら困るんで、そう、ね、ちょっと真面目にっていうのも、はい、ここまで行っていいよっていうところまでね。あの鈴木誠也も出てもらったんですけど、 あいつはもう海外行くから別にも下ネタ OK やったね、はい、 はい、あれはでもマリアちゃんが引き出したわけだから。違う誠也はあの侍ジャパンにね、はい、来た時に誠也と田中康介とかもいて、はい、誠也まだすっごい若い時だったから20歳ぐらいだったのかな、うん、でまあ、すっごい悪い冗談で権藤さんねいたピッチングコーチで、はい、せいや権藤さんってなベーブ・ルースと対戦したことなんだぜつってせいやマジっすかマジっすか、もう笑いが止まんなくなっちゃってマジっすか僕聞いてきますとか言って聞いてたんすか。ただそれ聞いたら次の日新聞のネタになっちゃって、権藤さんがあいつ俺を稼ぎだと思ってるみたいな。おもろいな誠也。純粋だな。嫌ですよね。いやもう若いから分かんないじゃん、はい、で権藤さんぐらいねこうお年の方がどれぐらい前やってたか分かんないから、うん、だからその次の日ぐらいにあの楽天の松井、はい、と則本に権藤さんってスタルヒンと投げ合ったことあるそれまで兄さんが言ったんですか、うん、マジっすかみんなマジっすか兄さんいいいたずらしてますねこれはちょっと面白かったな。そういうのはお好きなんですね。ちょっと面白かったね。からかう、もうコーチだったからさ、選手とコミュニケーション取るのにね、そういうことをしたりして、はい、もうエリートですよ。高校、大学、社会人、もうみんな知ってるとこですよ。ねえ、もう本当にエリートって日産のことだっていうのは俺今でも思ってるから。エリート中のエリートです。上層の時って全国優勝はしてないんですよね。2番目。で準優勝でしょ。そう準優勝。で大学は優勝してるでしょ。大学も。ああ リーグはね、あリーグは優勝してるけど、うん、全国大会とかは準優勝、そこも準優勝、準優勝で日生は、日生では全然絡んでないから。あそうなんですか、うんうん、でも日生もね名門チームですね。いや名門じゃ名門やんか、うん、でジャイアンツですよ、うん、でしかもまた日さんがいた時のジャイアンツって、はい、ちょっと見ると怖いんですよ上原さんの手元にも。
も資料ご用意したんですが、思い出してください。西さん1996年に、はい、入団していらっしゃいます、はい、でいやこの96年からいきなり優勝してるんですね。ルーキーの時は日本シリーズオリックスだった、はい、今イチローがいてね、頑張ろう神戸の時ですか。そうそうそう、その2年目、あのだからその前の年ヤクルトに負けてるんだ、ね、はい、でこの時はうちが負けた。あその時か、うん、はいはい、恐ろしいですよ96年のスタメン。1番西さん、はい、で2番河合正広さん、はい、3番松井秀喜さん、はい、4番落合さん、5番マックさん、6番清水さん。マックさんって思うよマックでええと思うけどなかなかマックさんとは言わんでよ7番元木さんで、8番村田さんで、9番ピッチャーが斉藤さん。この時はでも、はい、ウェアラが入った頃とちょっとまだ違う、うん、なんていうかな、ちょっと昔気質の巨人だったかなって。ピッチャーが強くて打線がなかなか点が取れないっていうことが続いた方が多かったような気がする、はい、まあでももう何もないから。いやでも野手のメンバーすごいじゃないですか、うんうん、それでもやっぱり得点とかその打撃の方よりもピッチャーってことですか。そうね、ピッチャーがやっぱ斉藤さんがまだ、ね、はい、その怪我前で元気で、ガルベスがこれ、はい、同期入団、ガルベスは。あ、そうなんですか。同期入団。ガルベス96年なんだ。そう、ガルベスも負けなかったからね。ああ、じゃあガルベスってあまりジャイアンツにいなかったんですね。いないな、3年かな。99年で僕一緒にやってます、はい、あ、じゃあ4年だ。97年は、はい、あの例のあれがあったんで、あ、でも上原入る前だから多分その騒動でしか知らないと思うけど、はい、あのボール投げちゃった、あ、心配に下出して投げたやつですね。そう、あれ97年ですか。97年だったような気がする。あ、そうですか。あれ99年じゃなかったですか、うん、あれ99年だっけ。上原いた、はい、僕99年はいたんですけど、その時だった。あれ下出し、あれいつだったっけ。俺2年目だったような気がする。あ、本当ですか。あれ甲子園ですよね。直島さんがさ坊主になってきたんだよね、はい、もっきり投げてましたもんね。あれあれね、思いっきり投げてさ危ないと思うじゃん。だけど、はい、あの時一番痛い思いしたのは吉原さんだったの。あの捕まえに行った、そう、捕まえに行った時にガルベスの肘かなんかガーンと当たってすっごい大流血して。あ、吉原さんですか。そう、吉原さん。吉原さん何もなかったんですか。大丈夫だったんですか。いや、どうだ、うん、尾骨骨折ぐらいなかったんですか。まあ、いや、そこまでいかなかったんじゃないかな。いや、でもガルベスはピッチングもすごかったけどバッティングもすごかったですよね。バッティングすごかったね。場外に打ってたもんね。場外打つんやで、うん、横浜スタジアムのライトスタンドちょっドーンって一回打ちましたよ ね。あれ一回場外打ったの知ってる。知ってます、ね、あれ、はい、神宮でも場外になりそうなやつ打ったのよね神宮の一番上の、はい、あの何コンコースのあそこに打ったことがある。すごい。満塁ホームラン打ったことありますよね。満塁ホームラン、すごい。バッティング本当すごかった。すごかった。恐ろしい。嫌ですね。いや、でもこの96年も、うん、西さん新人王ですよ。97年がね5位だったのかな確か。4位ですね、チームね。4位だって、はい、そう、結構沈んじゃってね。でももうメンバーすごいですよ。清さんが来た年で、ね、4番清原、うん、そうそうそう。まだほらなかなか結果出なくてこう叩かれてた時だよ、ね、そうそうそう、メディアからさ、そうっていう時があってさ、やっぱジャイアンツってメディアすごいですよね。まあ当時はね、はい、今結構柔らかいような気がするけどね。あの、あ、言葉ってことですか、うん、まあ、記事が優しい、うん、記事とかね。ああ、昔そうです、ね、でも何でもやっぱり、ね、ニュースになるのが、まあ、今でもジャイアンツですよね。週刊誌毎週載ってたもんね、うん、はい、キャンプに絶対まず、ね、そうそう、つつもたせみたいなもんいたし、うん、そうそう、宮崎に、そう、はい、罠もあるし、罠もありました。それは僕がいた時もありました。嘘、はい、何年ぐらいまでありました。どれぐらいまでありました。いや、そういうかかりそうなやつがいるまで。それ誰ですか。何人かいるんですか。かかってるやつ、いや、まあ、大体ターゲットになるのって決まってる、はい、うん、同じ目に遭ってるってことですよね。まあ複数回のやつもいるよね。いますね。あのバスとか乗ってて、あれつつもたせやでって言ってたのがこの方ですよね。ああ、ね、そういう、ね、ああそうね、はい、あれ気をつけろよってね、あ、よくバスの中で聞いてました。指さしたら、はい、いや、もう刺したからもう、はい、まあまあ、まあ、それを聞いてました、はい。
そうね、うん、ちょっとそういう本当になんかそんな漫画みたいな話あるんですか、あるんですよ、はい、僕は引っかからなかったですよ、うん、はい、どういうことで週刊誌に載るんですか、その毎週週刊誌いろいろもうネタがなくなったらあの人間関係の構図とか作られて、うん、誰の手下が誰でみたいなそういうのとか、清原さん来られた時、うん、清原さんが毎週週刊誌のなんかね、あったじゃないですか、あったね、あの週刊清原じゃないですけど、あ、そう、番長なんとか、はい、なんか毎週清原さん出てましたよ、何かしら、はい、ちなみにその相関図だと西さんはどこに位置してたんですか、これどこかな、これ結構ねユーティリティなところにいた。リスさんってあの入った時その先輩誰についていったとかってあるんですか。別に誰も。あ、もう本当ですか。うん、え、そういうトラップあるよとか、こういうこと気をつけなとか、その週刊誌対策みたいなことだったりとかっていうのを教えてくれる先輩やスタッフはいたんですか。これってキャンプの時のミーティングで出たり、まあそういうのもあるよね。気をつけなさいっていうのもあるけど。もうあとは、まあ自分だよね、自分ですよね、もともとだから巨人にずっと最初からいる人はそういう注意の仕方も分かってるから、当時はだからタクシーとか乗る時も前見て後ろ見て周り見てついてこられてるかどうかずっとタクシー乗ってる間に、そんな喧嘩するんですか。で僕も東京の時それやりましたよ、タクシー乗ってだもう細い道、要するにだから一方通行とかで多分あまり車通りも少ないのにずっと後ろからバイクが来てるわけですよ。でいなくなったなと思ったらもうその時携帯があったんで携帯でどこどこにおるって言ったら次のやつがバイクが来るんですよ。それって連携プレイしてるんですね、はい、いや週刊誌すごかったですよ、じゃあもう西さんはその社会人からもジャズ入った時からもうそういうこともこう感じながら、まあそうね、まあ俺結婚してたからね、あのプロ入った時ね、もう、なのでそんなにこう追いかけられた感はないけど、でも結婚してる方が危ないじゃないですか、もしそれで取られたりしたら、あのそうね、だあの変にこう誰かと一緒につるんでその人がよく飲みに行ってるとかっていう人だと、はい、結構そういうね罠になっちゃうけど、俺あ確かに2、3、そう飲みに行くってイメージがあんまりないな、この頃はやっぱりそんなにこうね誰かが誰か引っ張るとかっていうのがない文化の時だったっていう。そうなんですか、うん、なんかてっきりこうなんか行くぞって言ってみんなをこう引っ張ってなんか銀座に繰り出してるイメージがあるんで、ピッチャーは結構仲良かったです。あとはそこに近いキャッチャー村田さんとかはやっぱ斎藤さんも仲良かったし、野手、はいはい、はあんまなかったんですね。野手はバラバラ、うん、それは何ですか、こうかどういう関係性なんですか、こう仲の良さというか。いやバラバラやから仲悪いわけじゃない、うん、そう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 、うん、ね、うん、だってその後の上が入ってきた頃の人たちってみんな仲いいよね、はい、それぞれとね、うん、で誰と誰が一緒にいてもおかしくない行くっていうのはあんまりね、こうつるんでるっていうのはないかもしれないですけど、仲はみんな良かったですよ、うん、でも西さんも結構お世話になってますし、うんうん、だから下から要するに年下から上にちょっと今日連れてくださいよとかっていう感じで結構僕はだから西さんとか清水さんも行ってたし、うん、上原さん一体何人の先輩にそれ行ったんですか、うん、ほぼ全員行ってますよ。ですよね、うん、だから俺もつるんでないから何々派とかないから、あの広島に行けばまず松井さんと絶対行ってたし、あの串揚げのところあれじゃないですか、 はいはいはい、あそこ松井さんと絶対行ってたし、はい、なるほど、あもうその行った先、そうそうそう、そんな感じで先輩、はい、もう決まってるんですね、うん、この時のメンバーの人ってね、人たちで俺すごいこのメンバー好きなんだけど、はい、なんでかっていうと絶対にこのメンバーの悪口を絶対言わない。へえ、この西さんがいた96年か、まあそのもうちょっと後かな、まあ、あのみんなほらね98、99、2000年入ってきたあたりとかは、うん、この人同士はまあ大体ほらなんか誰か気に入らないやつがいるとかってあるでしょ、うんうん、でもこの頃の選手はみんなあいつどうって言われて、いやあいつすごいよとかっていう話になる、うん、必ず絶対否定的なことは。だってもう各チームのもう4番級の皆さんがもう本当もう打順埋め尽くしてるわけじゃないですか、うん、てっきりなんかこうそれぞれがこうなんだろうリーダー気質があってぶつかったりとかってあるのかなと思ったんですけど、全然なかった。いやリーダー気質ってっていうのは逆に僕はあんまりみんなないような感じなんですよ。そうそうそう、逆にいなかったね。逆にないでしょ、村田さんぐらいじゃない、うん、
本当にね。そうね、ピッチャーまとめるの村田さんがいた。野手は本当バラバラ、うん、で行こうぜっていうタイプじゃないじゃないですか。松井さんとか由伸とか見てもそうだし、新岡とか言いそうにないでしょ。清原さんと清原さんも言わないです。意外とそんなじゃない。自分の世界に持ってる人 で自分の友達と、うん、てっきりなんか番長ウィズコブみたいなのが あれは多分ユニフォーム着てる時だけですよね。だって清原さん、元木さんとその仲いいとかっていろいろ出ますけど、食事って多分行ったことないぐらいの感じですよ。嘘、うん、イメージ清原さんはもう一人で動く人です、うん、あの選手とは動かない。僕はそういうイメージです。いやなんかそれはじゃあ完全に私たちのメディアでこう作られてるイメージ、うん、でまたジャイアンツだからこその多分イメージ。いやでもだから前回来てもらった拓郎さんに聞いても、あの強かった時ってやっぱりみんなバラバラやったって言ってるじゃないですか。いざ試合になったらまとまる。だからそれと一緒ですよね、うん、ジャイアンツもね、うん、そういうチームが逆に強いと思うんで俺は、うん、今ってみんなが仲良すぎるから、まあ、そうですよね。あのユニフォーム着てる時も脱いだ時も、うん、それはちょっと違うなって拓郎さんも言ってたでしょ、まあ、しかも、ね、球団超えて仲いいですからね、今の皆さん。そう、球団超えて仲いいのってどう思います？戦う気質になりづらいかな、うん、まあ、乱闘がいいことだと思わないけど、やっぱり乱闘するやつってそれぐらいちょっと熱い気持ちを持ってるわけじゃないですか、うん、確かにそうですよね。普段仲いいと乱闘も絶対起こんないですよね。いや今ないじゃないですか。うん、あれ別に教育に悪いからやんないわけじゃなくて、別にあの乱闘を見て不良になったやついないでしょ。そりゃそうです、ね、そりゃそうです。真剣勝負の中でのことですから ねあれは子供に良くないって言うけど、はい、いや良くないことはないと、むしろいいと思います僕は。兄さんでもどの時が一番強いと思ってました？2000年かな、2000年か2002年か。そうですよね、僕は2002年なんですけど。2002年だよね。結構みんな、俺あんまりいい年じゃなかったけど、はい、結構みんながこう上がった年、上がった年。いや日産との僕の中から思い出は2000年 の日本シリーズですよ、うん、あ、違う違う、2002年だ、うん、あ、2000年もそうなの。あ、そう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 。あの2002年の時は和田さんがね、うん、センターに抜けそうな、うん、あの日本シリーズ第一戦の時、はい、パッと後ろ見たら日産がいた、うん、なんでそこにおんのっていうポジションで日産がいたの、うん、で2000年の時も僕がピンチでライト前に打たれそうな打球を西さんが横飛びして止めて、それをファーストに投げずにホームになって、ランナーが回ってたから、でそのホームでタッチアウトになって、流れがそこからもジャンプ。で僕は西さんに右に左に結構どっかにおるんですよ。僕の時どっかにおるんですよ。計算しやすいです。あのボールが絶対逆球行ったりとかしないし、あ、そういう計算で守って、それもあるし、やっぱ相手が やろうとしてるのは、やっぱ上原を見たらやっぱまっすぐでとか、あ、じゃあこのカウントだったら変化球でとかって相手も考えるでしょ、うん、それがやっぱこの辺の、だからこの当時の巨人のローテーションのピッチャーってまず逆球投げない。あ、うん、だから守ってても守りやすいってことですか。うん、そうそうそう、計算通りになる。へー、もうだって上原は早いもんね、テンポとか。テンポは早い。楽ちん、楽ちん。どう違うんですか。いやもう早く終われよって思ってる時に早く終わる、その守りがね。で意外とでもそういうテンポのいい時って意外と打線そんなに点取らない。まあまあそれはありますね、テンポが良すぎて、はい、でもやっぱゲームは早いから楽だし、まあ大体ゲームに入る前に、あ、今日上原か、あ、じゃあ今日勝ちだなとかっていう思いでやってる。斉藤さんとかもそうだったけど、うん、あ、今日勝ちかみたいな。なんかそうやって思って入れる試合が週に何日もあったってことですね、この当時のジャイアンツ。いや、そう思われるの嬉しいですけど、3、4点取ってって思うよね。そりゃそうね、そりゃそうね、本音本音。あの、あ、3、4点取ってくれたら僕も早く行きますと。案外そういう時って1-1とかで流れていくのよ、うんうん、7回ぐらいまでね。そうね、うん、あの伝説の1時間59分、1時間59分ありましたね。すごい、あれさ、シーズン中に俺初めて連ドラ見れたのよ。かえって、そう、いやちょっと覚えてないけど、横浜スタジアム、ね、横浜スタジアム、はい、で横浜スタジアム、うちまで1時間かかない、40分ぐらいなんで、だから9時に着いてた、家に。9時からのドラマを見られるの？9時からのドラマ。月9かな。月曜試合ないかな。月曜試合ない、月曜試合ない。何だったか忘れたけど、うん、あ、
ドラマ見れたんだ。